ヨーロッパの原風景や中世の面影が色濃く残る国、ルーマニア。ルーマニアにはバルカンのショーパリと呼ばれた首都ブカレスト、ドラキュラ城として有名なブラン城への拠点の町ブラショフ、まるでおとぎ話から出てきたかわいいペレシュ城、カラフルで美しい街並みが世界遺産にも登録されているシニショアラ、自然豊かなヨーロッパの田舎の街並みが楽しめるトランシルバニア地方など、たくさんの魅力にあふれています。そこで今回はそんなルーマニアでおすすめの絶景スポットをご紹介いたします。国土のほぼ中央に位置するルーマニア第二の都市ブラショフから南西30km にある吸血鬼ドラキュラの城のモデルになった城、ブラン城。このブラン城にドラキュラ公ことブラド・ツェペシュがいたと伝えられており、敵対するオスマントルコの兵士を串刺しにしたことから非常に恐れられ、後年ドラキュラのモデルともなったと言われています。ルーマニアの首都ブカレストの中心部にある巨大な宮殿、国民の館。日本円にして約1500億円もの巨費を投じて建設されており、地上10階、地下4階、世界2位の広さを誇る国民の館には3000を超える部屋があり、現在ではルーマニア議会の議事堂や政党のオフィス、美術館などが入っていて、一部が見学できるようになっています。初代ルーマニア国王となったカロル1世が1875年にルーマニア王室の夏の離宮として8年の歳月を費やして建てた城、ペレシュ城。ペレシュ城はルーマニアで最も美しい城と言われる名城で、小高い丘の上に建っており、周囲の大自然と見事に調和し、ハーフティンバーのような模様と多くの戦闘、そして美しく装飾された部屋の数々が見どころになっています。ルーマニア北西部トランシルバニア地方に位置する小さな要塞都市シギショアラ。シギショアラはカラフルな可愛い建物が並ぶ通りや、遥か昔から町を守ってきた塔や城壁、吸血鬼ドラキュラが生まれた家など、小さな町の中に見どころがぎゅっと詰まった町で、町全体が世界遺産に登録されています。中世の町並みが残り、山並みに囲まれた美しい古都ブラショフ。ブラショフ市は首都ブカレストに次ぐ観光都市で、ルーマニアで最も美しい町とも言われています。ドイツからやってきたザクセン人によって建設された都市のため、ドイツの香り高い町並みが広がっています。町の近郊にはドラキュラのモデルになったブラン城やシギショアラやシビューなどの歴史ある町などもあります。12世紀にドイツ人により築かれたトランシルバニア地方屈指の古都シビュー。ルーマニアの都市の中でも決して大きくはありませんが、12世紀から続く歴史に裏打ちされたヨーロッパらしい街並みが残っており、ルーマニアで最もドイツらしい街とも言われています。またシビューではヨーロッパ三大演劇祭の一つに数えられるシビュー国際演劇祭が毎年5月から6月の10日間にわたって開催されています。マラムレシュ地方のウクライナ国境近くにある村、
サプンツァ。この村には個人の生前の職業や生活をユーモラスな彫刻と彩色で施された世界で一番陽気な墓があります。1935年に村人のパトラシュ氏が個人の生前の職業や生活などをユーモラスな彫刻にし墓標にしたのが始まりで、現在はこの村の伝統になっています。ブカレストの北に約 40km 離れたスナゴウ湖の孤島にある修道院、スナゴウ修道院。スナゴウ修道院はドラキュラのモデルとされるブラド3世が埋葬されている修道院としても有名です。ブラド3世はオスマン帝国との対立の中でフネドワラ城に7年ほど幽閉された後、1476年に戦死しています。彼の首はイスタンブールに持ち帰られたため、スナゴウ修道院に埋葬されているのは首から下の胴体のみだそうです。ルーマニアの首都ブカレストから 400km ほど北に行ったモルドビアに点在するモルドビア地方の教会群。モルドビアはのどかな田園風景が広がる地方で、今でも街に馬車が行き来するような地方都市で、ヨーロッパで最も美しいと言われています。そんなモルドビアでは8つの教会や修道院が世界遺産に登録されています。それぞれの教会が個性的で見どころも大きいのが特徴的です。ルーマニアの西部の中規模都市フネドアラにあるルーマニア屈指のゴシック様式の名城、フネドアラ城。フネドアラ城はドラキュラ伯爵が幽閉されていた城としても知られています。建物はロマネスクやバロック、ゴシック様式などが混在していて、荘厳で少し重々しさすら感じさせる雰囲気です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。